そのまあ、商品がいい悪いっていうのは僕専門じゃないんで、はい、なんかこれが世に受けるかどうか、まあ正直わからないんですけど、はい、商品に対しての熱意とか今までやってきたことだったりとかっていうのはなんかこう申し分ない感じはしてるんですけど、はい、今までのプレゼンの素だったりとか商品力だったりとかが高ければ高いほどじゃあなぜこう今たった200万円が ないのかっていうところにちょっと目が行ってしまうんで、うん、そこをちょっと教えてほしいですね。一つはかなりえっとアパレルはコロナで食らったっていう部分がすごく大きくて、ブランドがちょうどこうなっ 行って仕事をもらってこうなろうとしてたところで緊急事態宣言が去年の4月去年の4月1日に東京からあ東京に出てきたんですけれども納品受け取れないであったりとかそのキャンセルであったりとか、まあ、たくさんのことが出たっていうのがやはりちょっと一番の原因かなと思って。 で,てで200万円という数字に関してはもう一度スモールスタートしてっていうところを考えていたので今ちょっとまあ売り上げがなかなか取れないっていう状態でなんです本当に正直に言うともともとそのこの事業を始めたのは何年前なんですかえっと19年の7月からですあじゃあその売り始めてコロナになるまでの間でさっきの150着でしたっけそうですねはい1500万円弱ぐらいが売り上げが上がったんですね、はい、でそれで緊急事態宣言があってぱったりと売れなくなってしまったっていうことですか ぱったりとではなくて。 えっと、主にやっぱりその若い子たちに、まあ、大体平均年齢22から23ぐらいだったんですけど、彼らのもう成人式が全てほとんど中心になってしまったので、成人式需要で、まあ、たい30着あったものとかが4、5着ぐらいになったりとかぐらいの感じに、まずその着物のジャケットはなりました。で、その間、やっぱり何もしないわけにはいかないので、そのいろんな商品開発して、そのイベントで売ってたりとかしてたんですけど、まあ、なんとか売り上げは保ってたんですけど、やっぱりちょっと機能的な商品っていうものが、 コロナの間であったりとか家ごもりの間とかってかなりその需要になってしまってやっぱり外に出ていけるアイテムっていうものは非常にその難しいっていう部分があまあしかもやはり高額っていうのもあったので大学生たちもバイトできないとかいろいろあったのでまあそうなってしまったという形ですね。今まででどうやって売ってて売たんですか基本は、えー、とセレクトショップでポップアップであったりとか、えー、と卸ですね。 ターゲットは20代前半だったってことですか。20代前半だったんです。の人に9万円のジャケット売ろうとしてたんですか。<laughs> あ売れてました。はい。あえ売れてまあ売れてないから今困ってると思うんですけど。あえっ、ー、とそのコロナ前は。コロナ関係ないですよ売れるか売れないか。うだってコロナでも業績上がってる業者なんていくらでもあるし。そうですねはい。だってね今調べたら平均給与上がってますよね。 だから別に、まあ、もちろんやばいとこもあるかもしれないですけど、はい、EC うまくやってるとことかもっと売れてるじゃないですか、はい、だからそれ関係ないじゃないですか,かそれをコロナのせいにするのはまずおかしくて例えばこれを2万2 2 3の人が9万かかけててて買ううとと思って作っ作るっていうことなんですか全体ではないんですけどはい、はい、やっぱりそのファッション好きな子たちに関してはな,、はい、なんかコロナが理由でないってさっき細井さんおっしゃってたんですけど、まあ、コロナが理由で下がったっていうのも分かるので。 ただ逆にそのコロナが理由で下がってるとなんかしばらくは財布上厳しいんじゃないかなとで特にアパレル EC で売りましたってなってもあ、はい、まあ EC で一番相性悪い商材でもあったりするじゃないですかと、はい、いうことはなんかあコロナが理由だったらコロナが逆に言えば収まるまではもうなんか我慢するしかないっていう風にも聞こえちゃうかなとそれもあのおっしゃる通りなんですけどイベントが。 でこれをああいいうにっっててけるそのイベントのその前後に需要があるんですけど僕の方がその言ったらこうウェブ周りであったりとかそういったものをやってこなかったっていうことがあって。 でそれでその需要をやっぱり取りきれなくて問い合わせで止まってしまったりとかみたいな感じが結構多くて、まあ、そこをちょっと改善したいなという事業プランでもあるんですけど、はい、これまでの購入者のその購入に至るまでのルートってどっから来てるんですかあ基本はその、えー、とお店でのポップアップですあ<ー>それとインスタグラムです置いててもらってセレクトショップに置いてもらって、はい、あこれいいねって言って買ってもらうそうです 何かか広告とでえっとね広告はあまりそのやってないというかあまり打たないんですけどそのあまり周りでも売ってるブランドってそんなに少ないとは思いますしはい、はい、その拡散しても拡散しないみたいな感じがあって結構フォロワーのはその難しくてでそれでただうちの商品が、まあ、人に見せてた時に言われたのが結構その。 リーチとかすごい少ないのに、まあ、1400人ぐらいしかいないんでああコンバージョンが高いってことなんですね購入まで行く人が多いってことなんです、ね、ああそうですあの、はい、でセットアップでくるみたいな感じが多いですねん、はい、なんかこのデザインはすごいそのすごいなんていうんですかデザイナーさんのフィーリングが現れてていいと思うんですけど、はい、逆にまあ派手すぎて使いづらいと思うんですよ逆にもっとシンプルに例えば裏地だけ着物柄にするとかそういうものもあるんですかそれは今は今やっていないなですね 使いいいにくいなって思いますよ、ね、なんかそのもちろん成人式っていうイベントとしては、まあ、確かにこういうのおしゃれでいいなと思ってくれると思うんですけど、はい、じゃ成人式終わった後次じゃ入社式で着れるかって着れるわけないですよね。あそうなんですよねるなですよねだから、はい、バリエーションを整えていった方がこれ普通に考えてまあ,あのこれ着てこれんの岩井社長ぐらいじゃないですか普通に思い, <laughs> いやっていうかまあそうここ1ヶ月あった人の中で着れる人岩井社長しか思いつかんなみたいなと思うんですよね。っていうことはまあそう自分がその考える中でもターゲットが狭 狭いなと思うのに、はい、それをまあ21歳22歳ましてはその9万円8万円って高いものを購入される方々がかなりその母数が絞られてしまうんじゃないかと思うんですけどそれちょビジネスモデル的にどうなのかなって質問があるんですけどそうですね狭いですねなのでそれと同時にできるだけ柄小さいものとかもたくさん着物の中にはあるのでそういったものを実際選ばれてる方もいます。 半数ぐらいですかね。あの、めっちゃイカついのを、イカついというか、派手なものを着てるのは半数ぐらいで、どちらかというとシックに見えるシルク100%の着物を着てるっていうのも半数ぐらいおられるという形です。外国人には売れるんですかヨーロッパ 日本と欧米は、えっと、サイズの問題がちょっとあって着物の着物が幅が狭いので先ほどジョーさんが着られてたのと同じように <laughs> ちょっとやっぱりこう大きい方多くなると難しいんですけどあのロンドンのアーティストだったりとかそのあんまり大きくない人には、えっと、結構いけるかなという形ですね着物の素材を使ったこうリメイクのジャケットっていうのは完全競合は売ってるとこはないんですか他にないです ないんですねそれはないですねじゃあ1,000人に1人でも刺されば供給独占をしてる状態ってことですよね今のところはそういうことだと思うんですよあんまり受けたら逆に真似されちゃってそのいいポジション取れなくなっちゃうんで案外ちょうどいいバランスかもしれないとどっちは攻めてるかもしれない、ねね、たまに刺さる人いてで実際売れててスケールがやっぱりそうです、ね、ある程度あって逆に何か EC でブワーって不特定多数とかある程度ジャンル絞りで広告しながら売るっていうのは刺さるターゲットが少ないと そうですね。なんか、うまく絞んないと効果は出なそうですよね。うん。 供給が、ね、ここにいだかと思うだから買う人のイメージが今多分ご自分でもその成人式ってものをすごい大きなターゲットにしてたわけじゃないですか一つはそうですねそれが今回そのコロナによって頓挫したことによって、はい、まあ売り上げ大打撃を加わったってまあ一応書いてあるじゃないですか、うんはい、まずもうその時点でかなりそのビジネスモデルとして脆弱ですよね、はい、一つのイベントが破綻したら、ね、売れなくなっちゃって会社が生き行かなくなるっていうのはちょっと危ないですよね。だからやっぱりそのこのデザイン だけでこれを乗り切っていく、まあ、さっき川本社長が言ってたようにコロナなんだからもう無理じゃないのって思っちゃいますよね。